まあ、昨日から話題になっている両監督のメンバー表の交換時、昨日は大変なタイガースのユニフォームを着て新庄監督が登場しましたが、今日は何事もなく、審判団とは恒例のハイタッチ、岡田監督とは、しないという形で礼をして別れました。先輩監督に対する、まあ、一つ、礼を、まあ、仁義を切ったじゃないですけど、そんな中でゲームが始まります。これは2回の場面なんですが、今日の山崎幸也は6番に入って最初の打席はフォアボールでしたからね。ちょっと西が、ね、意識したような感じでしたけどもね。でワンアウト2塁1塁って2塁ランナーの松本が盗塁を試みたんですが、これがアウトになりました。こうやって試合のもう当初から動いてきました新庄監督です。趣味はサードゴロというところ、まあ、あのベテランらしく西勇輝もランナーを出しても落ち着いて投げていました。山崎幸也のこれ投球の方ですが、特に今日もあの右バッターに対するこの低めの球、あるいはチェンジアップというのは効いてましたね。効いてましたね。結構これで、ね、空振り三振取ることが多かったですから ね、はい、ですね。今日は3番には今季初スタメンの小野寺を入れたりもしたんですが、ことごとく三振取られました。4回です。ノーアウト1塁3塁からこの山崎幸也のセンターへのタイムリーヒット、これが先制点になりました。この形になってしまうともう嫌が上でもこれ三塁ベンチ盛り上がるんでね。そうですよね、はい、まあ、本当に見事な、ね、ヒットでしたね、はい、で次には確実に送りバントという場面で、まあ、西も、ね、ある程度こう勝負に出たんですけどね、ちょっとショーフライになったんで、はい、ランナーが行ってないんじゃないかなってこう判断して自分で行ったと思いますけどもね。フィルダースチョイス、それから悪送球という形で2対0で、試合の中ではやっぱこの水野の2点タイムリーが大きかったですね。これでまだノーアウトでしたもんね、はい、4点目が入りました。まあ、ここで西は交代、ハバチが5回マウンドに上がっていますが、ワンアウトランナー2塁3塁、まあ、内野は前進守備の中で中野の後方に高いバウンドでゴロが飛んでいって、セカンドゴロの間に5点目が入りました、まあ、このあとサードの渡辺のエラーも出たりなんかして6対0という形。6回ワンアウト一塁で小野寺、まあ、ちょっと今日は終始こんな感じで空振りが続きましたもんね。そうですね、はい、そして大山ショートゴロというところ。いやー、浜中さん、今日はあの意外とノーアウトでもランナーを出す機会があったんですけどね、そこからねランナーを進めて攻撃するということがやっぱできなかったですよね、はい、なかったですね。7回富田、今日はしかしリリーフ陣の中では富田がイニングを稼いで、まあ、しっかり自分の役割を果たした。前回の巨人戦からいい投球続いてますよね。良かったですね、はい、富田はね。7回森下がレフトにヒット、その前にツーベースもありましたんで、はいはい、ようやく、ね、森下らしいバッティングできてましたよね、はい。まあ、ただそうやってランナーを出してもなかなか今日はもうランナーを進めるということも難しい感じ。フライが上がってしまって、まあ、9回は初登場のザバラ今日登録というピッチャーに、やはりストレートに押され気味でしたね、各バッターね。いやー、ストレートは威力ありましたね、はい、最後森下ライトフライで試合終了ということになりました。試合時間が2時間42分というゲームになりましたが、6対0北海道日本ハムファイターズがまあ快勝という形になりました。